ちなみに、ブリジストンの創業者の娘さんは、鳩山さんのお母さんです。あの、ブリジストン創業者の石橋さんの娘が、鳩山国夫さんとか、鳩山幸夫さんのお母さん。だから、あの人たちは、ブリジストンの株をいっぱい持ってて、それを相続してて、その相続した株を売って、民主党はできたんです。民主党は、鳩山ブラザーズの石橋家から相続した株を売って、そのキャピタルゲイン、 がメインの資金なんですよね。ただからつまり小沢一郎さんが自民党を辞めて、はい、要は鳩山兄弟と作ったんですよね。だから鳩山幸夫さんは首相になれたんですよ。まあ要は一番大きなスポンサーなんで。